はい、ちょっといきなり動画が始まっちゃってますけど、今ちょっとボンドボディで撮影をしてたらですね、あのうちの社長から無言で送られてきた写真がなんとこれ、はい、セナこれ、セナいくらするのこれ、お、億円がちょっと背景を見るとですね、どうも裏手に入庫してるみたいなんで、ちょっと見に行っていきたいと思います。本当にただ見に行くっていうそれだけの、はい、動画になっちゃうかもしれないですけど、はい、多分ボンドチャンネルモザイクなしで登場初ハイパーカーなんで、ちょっととてつもない絵が撮れそうです。行ってまいります。はい、大丈夫かなこれ、何するんだろうね。本当に普通に考えたらプロテクションだよね多分。そうです。で、億円する車裸で走らせらんないよ普通に考えて。もう本当に人で言ったら裸で走るみたいな、危険すぎます。はい、ドアのところがガラスになってるのが特徴ですね。え、そうなの。そうです。開けると、はい、あ、そうなんだ。いや、開けなくてもですよ。え、そうなの、はい、だからここが見える、運転席膝が。マジか、はい、それだって女の人乗せたらセクハラになっちゃうじゃん。まあ、角度によってはっていうか、だってセナって俺あれで大阪のオートメッセでエスカンさんが出してたのと、はい、あと あれかなんだっけ、セマで多分止まってたぐらいじゃないかな。はい、ボンド裏に到着いたしました。なんかちょっと待って、なんかもうまずここから、はい、すごい車止まってますけど、わあ見て、あれこれ普通のセナ、はい、普通のセナで横に LM が。何これ、もう言葉が出ない。おっす、ガック、何これ、やべえ。さ、なんかさ、ちょっとこうショーとかで見るのと、もう自分の勤めてる会社に泊まってるのちょっと違うね、ちょっとヤバさが。全部カーボンなんだね。そうですね。あ、で、ここがガラスってこと？あ、そうそうそう。ああ、なるほどね。なんかこう、すごいモデルってここボンネット穴開いてるから、ボンネットの穴のサイズがおかしい。中もだってカーボンも全部だよ。カーボンも全部だよって日本語おかしかったシートが全部カーボンだよ、ね、コンソールも。何これ、はい、ウィングこう、あ、スワンネックって言うんだっけ、うん、あもうレーシングカーだね。なんかレーシングカーにこうちょっとこうスタイリッシュな外装パーツつけましたみたいな。いつもすごいを連発してんだけど、今回はちょっと言葉が出ないです。あ、でもリアの足回りとかって意外に普通の、まあ、十分普通じゃないけど、なんかプッシュロットとかじゃないんだね。なんかやってくれってたよ、お客さん。何をやるんですか。なんか使ってくれっていや、使えないです。使えないです。1億8000万す1億8000万すんのか。え、これ普通のセナですか。セナ LM、 そのさらに上の世界限定20台の日本6です。マジっすか、1億8000万す1億8000万やと、もう不動産の価格ですよ。不動産の もっといいやつ、いいやつ、いいと思う。24金って。え、どれが枕。え、これですか。なんかだからこの辺が違うなと思ったんですよ、普通のセナと。一応そのセマショーとあの大阪のあれで見てるんで。熱効率が一番いいらしい。金だと。金さんだけにですか。いや、俺別に関係ない。これちなみに何やるの。
ロテクション。あ、やっぱりプロテクションなんですね。これはでもプロテクション貼らないと走れないですね。じゃあなんかこう、このステッカーとかなんか至るところがちょっと普通のセナと違うかな。これカーボンステッカーじゃないか。レーザーとかじゃない。あ、違う、ここだけ剥いでる。剥いでるんだ。いやだからなんか違うと思ったの、ホイールとかなんか LM とか入ってるし、なんかあそこが違うっすよ、ダクトが。あ、これがっすか。あ、こっちがっすか。フェンダーのところが。あ、これじゃこれなかったっすか。あ、そうだね。だってナンバーベースも買うっすよ。一応スピーカーついてるんだね。 B&W あの、この車がなんでここにあるのか今ちょっと訳が分かって、あのどうもここで今納車されたみたいです、はい、で自分で今口で言ったけど意味が分かりませんちょっと、はい、あ、そうなんですかっこいいね。なんか本当鳥肌が立つぐらい。ちょっとこれ説明しようする動画にしようと思ったんですけど、あのまず車を知らないんで説明できません、はい、知ってても説明できないんですけど、はい、なんでちょっと車どうなってるのかっていうのを一緒に見てみましょう、はい、これまずマクラーレン全部なんか全般そうっすけど、スイッチほとんどないんね、これね。これライト1、2で、これ何メーターだよ。あ、これメーターか。あ、720と一緒か。あ、あーそうなんだ。あ、これは720と一緒なんだ。こっち、でこれがあのあれでしょ、盗難防止のオフのやつでしょ。でパーキングが意外にこんなところで、やっぱりもう全モデル共通で何もないんだよこの辺とか。マクラーレンでシフトは意外や意外シンプルな、はい、感じで、でさっき見たんですけど、なんと鍵も全部カーボン入る。あれ普通カーボンじゃないよねマクラーレン。いや、カーボン、カーボンだっけ。まあ、形は多分一緒だと思うんですけど、なんとしかもそして LM っていうロゴが入ってるって。これもう開けちゃってるよ。すごい。ああ、 LM ってちゃんと入ってるって。はあ、はあだよね。あのね、今日分かったことがあります。あの人間驚くと本当に言葉が出ない、はい、語彙力のない僕は余計です。そしてどうなってんのこれ、こういうのとか上、これ何がついてるの。レースボタンがその上についてたりとか。なんか全部上っつってた。あ、全部上なんですか。大体エアコンとかも含めて。エアコンはそのパネルじゃない。あ、エアコンはこっちのパネルですか。エンスタとか窓とかドアとか全部上っつって。あ、エンジンのスタートボタンですかこれ。丸いの。へー、
でやっぱりマクラーレン全部も全モデル共通だけど、もうエンジン の, この整備性とかゼロなの。だってこれ開かないでしょ、どうやって整備するの。ここからこっそり取った。でもそうっぽいね、なんかモールが入ってるから多分リアはごっそり取るんじゃないかな。え、じゃあフェラーリの F50 とかあんな感じでリアが裸になるってことか。 F50? 40か 50? 50は40。ああ、そこそこごっそり裸になるっていう感じじゃないでしょうか。まずどうやって締めていいのかよくわかんないよね。どうやって締めていいのか、確かに締めていいのか。すげーなこれ。ホイール変えたいっすか。そうだね、セタロックでも作れるから。いや、これに見合うホイールがわからない。俺アナーキー作りたいな。鑑賞用だね、それ。芸術作品ってことで、この車なんか走行PV 風な動画も撮ってくれってことなんで、ちょっと頑張ってなんとかしたいと思います、はい、撮れるとは言っていないっつって、はい、僕らは拒否権はないんで、ちょっとなんとか、はい、ちょっと撮影したいと思います、はい、でも何でもそうだけど、もうある一定のレベルを超えるともう車じゃないねこれ。はい、というわけで今回はちょっと急に呼ばれて来てみたらすごい車が来たっていう、そういう動画でございます、まあ、残念ながらちょっとカスタマイズではなかったんですけれども、これから全面のプロテクションを貼って、動画の撮影もやっていますんで、はい、ぜひそちらの方も、まあ、どうにか完成させますんで、はい、見てみてください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。